皆さん、こんにちは。おはようございます。ニューヨークのジュンです。今日は3月26日金曜日2021年。今は朝の8時5分です。ニューヨーク今日の天気は少し曇ってますね。気温は暖かくなるとは言ってますが、まだちょっと曇り気味です。今日なんですが、何を話そうかな。僕はコロナのワクチンを、約3週間前に、1度目の接種をしました。ファイザーです。そして、28日後に2度目の接種をやります。ニューヨークはかなりの人たちがもう接種ができていて、現在では50歳以上はすべて接種ができる。それと16歳以上で何か体に疾患を持っている人たちも接種ができるという状態になっています。で、町にはコロナのテストフリーサイトがあらゆるところに、現れて出てまして、とにかくもう手軽にどこでも無料でテストができるという状態ですね。で、僕も去年と今年2度ほど日本とニューヨークを往復しました。ニューヨークを出るのは問題ないです。日本に入国する場合、入国するときに、全ての入国者は、空港でコロナのテストありますね。あれはすごくいいと思います。テストするのはやっぱりテストして自分が陰性だと分かって入国できるというのは安心ですね。それと日本に入国する72時間以内に飛行機に乗る72時間以内に、入国でコロナの陰性証明書を取ると、それもすごくいいと思います。飛行機に乗る人たちが全員一応陰性という証明書があるので安心ですね。特にニューヨークから日本っていうのは13、4時間飛行機の中の密室に一緒にいるわけですから、全員が陰性という証明書を持った上で機内にっていうのはすごく安心です。ニューヨークの場合はもう手軽にどこでも陰性証明書が取れますね。なのでそんなに、難しいことではないです。お金はほとんどかかりません。お金を出して取るところもありますけど、お金一切かからなくて取れるところもあります。で、アメリカも、今年1月の26日から海外からの入国者を全て陰性証明書を、機内飛行機に乗る前に陰性証明書が必要というふうになりました。それもいいと思うんですけど、ただ日本の場合はまだすごくお金がかかります。僕は鹿児島から、ニューヨークに帰ってくるのに鹿児島の病院で陰性証明書を取ったんですけど、2万3000円かかりました。これはちょっと痛いですね。どうにか安くしてもらいたいと思います。それとですね、あとやはり今コロナ、世界中がコロナで大変なことになっているので事情はよくわかるんですが、日本の場合入国して陰性、コロナの検査をして陰性が出ても14日間は公共の交通機関に乗ってはダメだというんですよね。それはすごくちょっと地方に住んでる人たちは厳しいと思うんですよ。だって九州や北海道の人たちはどうやってじゃあ東京、羽田とか成田について自分の実家まで帰ればいいんですか。あれはどうもちょっと厳しいですよね。アメリカの場合はですね、もちろん飛行機に搭乗する3日前に以内に陰性証明書が必要ですけど、ついてニューヨークについて、例えばついてですね、ニューヨークから、他の土地に乗り換え、国内線ですね、はできます。そういった規制はありません。まず不可能です。
例えばニューヨークについてニューヨークから国内線で、ペンシルベニアとか、まだペンシルベニアだったら近いですけど、もっと田舎の方に帰るなんて、それを公共の交通機関を使うなんてちょっとおかしいですよね。ましてや日本の場合、入国するすべての人たちに空港で検査をして陰性の証明書、陰性が出たら入国されるわけじゃないですか。ということは、その時点で陰性っていうのははっきり分かっているわけだから、やはり地方の人もそのまま国内線または、JR などを使って北海道や地方に帰れるようにするべきだと、それは海外に住んでる僕たちからしてみれば、ぜひそうしてほしいですね。だっていろんなことが起こるじゃないですか、緊急事態が。この前も僕の家族の高齢の家族の一人が急に亡くなったんですね。そして帰るのに、厚生労働省に聞いたら、その陰性検査は、コロナのテストをなしで帰れるようにするためには、日本領事館、ニューヨークの日本領事館にそのお願いを出して、日本領事館がそれを外務省に出して、外務省がこの人はいいっていう許可をして、それをまたニューヨークに送ってきて、じゃああなたはコロナの陰性証明書なくても日本に入国していいですってなるんですって。その時間を考えたら、ニューヨークだとテストして乗った方が早いですね。でもそれでも、たとえ家族の誰かが死んでも、国内については、国内の公共交通機関は14日間は乗るななんですよね。やっぱりそれ、ちょっともう少し現場の人たち、現場の人たちというか、日本に住んでるじゃないな、本当に一人一人のシチュエーションを考えた上での、政策っていうか、考えた上で一人一人のシチュエーションをいろいろ考えた中での方法を取ってほしいですね。何もそういうのを考えてないように思います。まあ、はっきり言ってアメリカで、じゃあニューヨークについて、あと国内の中の交通機関14日間乗るななんて言っても、アメリカ人はバカ野郎って言って まずそんなことできるわけねえじゃねえか、こんなでかい国、じゃあどうして帰るんだ、アリゾナまで、どうして帰るんだ、テキサスまで、なんてなりますよね。まあ無理です。でも日本人は真面目なので、それを黙って聞いて、何かいろいろ SNS なんかで見ると、長野までタクシーで8万円かかったとか、なんかそういう人たちいますよね。家族がどっか遠い何十時間もかけて車で迎えに来たとか、それって危険じゃないですか。まずそんな長い時間運転をさせるって、いろんな無駄な交通が発生するわけじゃないですか。だからなぜ入国するときに PCR 検査を全員して、ネガティブが出てるのに国内の公共交通機関乗るなっていう、その理由がわからないです。その理由は書いてないです。もちろん PCR 検査は100%じゃないにしても、じゃあ東京とか大阪とか日本国内にいる人たちの検査はどうなってんですかと。水際の検査をするものは分かります、重要と思います。でもそれ以上に日本国内の検査をもっとやるべきじゃないでしょうか。とにかくそのことで、僕はそのことだけが一番、日本の今のそのコロナに対する水際強化に対することで一番納得がいかないところです。皆さんどう思いますか？ということで、今日は、3月26日金曜日、2021年、ニューヨークの順でした。またよろしくお願いします。